ギジェット・ゴーズ・トローマは、コロンビア・ピクチャーズが制作し、1963年に公開した長編映画である。シンディ・キャロルの主演で、サーファーの少女ギジェットとボーイフレンド・ムーン・ドギーとの恋愛関係を描く。サンドラディーの主演で1959年に公開された映画、ギジェットに始まる連作の3作目にあたる。サーフィン流行の一員となった映画の続編である。 ものの、サーフィンとの関連は薄くなっており、ギジェットが出演する、劇場用映画はこの作品が最後となっている。大学進学を控えた少女ギジェットはその夏、ボーイフレンドのムーンドギーやそれぞれの友人たちと共に、ローマを訪れていた。子供だけの旅行は許されず、メンバーの一人ジャッジのバルベルティーナも同行していた。しかし、ギジェットの父、ラッセル・ローレンスは、 娘の海外旅行に心配が収まらず、イタリアで雑誌記者をしている旧友のパオロチェッリーニに連絡し、面倒に巻き込まれないようそれとなく見張ってほしいと頼む。そうとも知らず、ギジェットは近づいてきた遥かに年上の男パオロに恋愛感情を持つ。ムーンドギーも現地ガイドのダニエラに夢中になる。パオロはローマを訪れたアメリカの青年の反応を記事にするという名目で、 ギジェットを観光地各地に連れ回すが、やがてギジェットにもパオロが近づいてきたのは、父の入れ知恵によるものだと分かってしまう。ムーンドギーもダニエラに冷たくあしらわれ、結局ギジェットはムーンドギーとよりを戻して、帰国の途に着く。ギジェットを演じたシンディキャロルはこの作品が最初の主演映画となった。前作でギジェットを演じたデボラウオーリーは妊娠のため、出演できなかった。 制作者側は500人以上をオーディションしたが、ギジェットは背が低い設定であり、公認探しは困難であった。ガール、ガール、ガール。で、エルビス・プレスリーと共演したローレル・グッドウィンは有望だったものの、身長が合わなかった。結局、当時コロンビア・ピクチャーズ下で、テレビ番組制作を行っていたスクリーン・ジェムズの番組に出演していたキャロルが抜擢された。 キャロルはそれまで本名で活動していたが、映画には芸名で出演した。一方で相手役のムーンドギーを演じたジェームズ・ダレンは3作品すべてに同じ役で出演している。ダレンはすでにギジェット映画にうんざりしていたが、撮影に入ると見事に役をこなした。同様にすべての作品に出演したジョビー・ベーカーは、この映画の後 MGM に契約先を変更したため、 コロンビア映画の作品はこの映画が最後となった。ギジェットの母を演じたジェフ・ドネルも前作に同じ役で出演している。また、ギジェットの父を演じたドンポーターは、1965年のテレビシリーズ、ギジェットは15歳でも父親役を演じている。脚本は、ルース・ブルックス・フリーペンが書き、登場人物の設定のみ、フレデリック・コーナーの原作に従っている。これは、前作、 ヤングハワイも同様で、コーナーは逆にこの映画を小説化した作品を1963年に発表している。共同で脚本を担当したキャサリン・アルバートとデール・ユンソンは結婚しており、しばしば夫婦連盟で脚本を担当したが、この作品もそうした作品の一つである。ローマで撮影された。一部の場面はイタリアの海岸で撮影されている。 ギジェット役に抜擢されたシンディキャロルは好評で、ニューヨークタイムズ紙で映画評を担当するボズレイ・クラウザーは、キャロルの演技を適度に拗ねて見せながらも適切な無邪気さを見せて演じていると評した。翌年のローレル賞新人女優賞の候補に入った他、他映画雑誌、フォトプレイも最も有望な新人女優として金メダルの候補に挙げた。一方で、 映画自体の評価は低く、バラエティ氏は、ブルックス・フリッペンらによる脚本を、グダグダした脚本と批判した。タイム氏も、退屈の語を表題に入れ、批判的なレビュー記事を掲載した。ありがとうございます。